ハンプラにもありますけれども、あのまあ先手番で相掛かりを採用してということでしたけれども、まあですね、序中盤の手応えなどいかがだったでしょうか。なんかそうですね、抑え込まれそうな形になってしまったんで、ちょっと渡辺としては、まずくしてしまったかなと思いながら指してました。7-3の地点で駒交換して、7-5飛車と展開して、まあ、抑え込まれないようにという格好なのかなと思ったんですけど、あの辺りの清算というのはいかがだったでしょうか。まあそうですね、ちょっと無理してるのかなと思いながら指してたんで、まあ他にちょっと手も見えなかったんで、まあしょうがないかなというところですかね。その後、そうですね、7二銀と、打ってですね、相手玉に迫る、局面があったと思うんですけれども、あの辺りも迫っていくあたりの手応えなどはいかがですか。いや、よくわからなかったですけど、でもなんか八六歩垂らされて、なんかちょっと余されてしまったような気がしたんで、ちょっとずつ悪いのかなっていう気がします。あのそうするとその後はちょっと、あ、そうですね、はっきりちょっと言って足らないかなと思います。まあ、あの本局の結果、残念ながら、B 級1組の降級が決まるという結果になったんですけれども、ちょっと恐縮ですけど、それについて一言いただけますか。そうですね、まあ、内容も結果も伴わなかったので、まあ、致し方ない結果かなと思います。まあ、あの今期1級まだ1級残っているのでちょっと気が早いですね、その挙手なんですけども、ね、あの来期 B 級1組に戦うということになるかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。そうですね、特にまだ何も考えてないので、はい、ね、まあまあ次の1級と、はい、全力尽くしたいと思います。分かりました、ありがとうございました。次は感想戦をお願いいたします。いやでも、やっぱり
いやいやまあでもそうですね。なんか5、6、6、6だったらきつい形なんで。そうですね。なんか複数ありそうなんで。そうですね。これが多いですけど。さすがになんか何個とかとかも。次3五歩が厳しいからなんかまあこれもしょうがないかな。